はい、皆さんどうもこんにちは。今日はハムちゃんの動画を撮っていきたいと思います。今回はですね、自分でも言うのはなんですけれども、とってもね可愛くて面白い動画が撮れました。それは何かと言いますと、ハムスターが綿を自分で運んでいって新しい巣作りをしている動画を撮れたので、それを紹介したいと思います。はい、早速こちらですね。これもともと僕が用意したお家なんですが、もともとね綿をたくさん敷き詰めていたんですよ。ですが自分で勝手にこの家をひっくり返してですね、綿をご覧の通り口の中に詰めています。この姿が非常に可愛い。さてさて、こうやって一生懸命詰めて引っ張った綿をどこに持っていくんでしょうか。要必見です。はい、超ダッシュしてこの車輪の端っこのところに持っていきましたね。ガサゴソしていますが、さてはさては、この車輪の下に綿をたくさん集めて新しいお家を作ってるんではないでしょうか。はい、ちょっとズームアップしてみましょう。一生懸命連れてきた綿をこうやって吐き出して、そうなんですよ。このね、僕が引いた、この紙の下に、実はトンネルを作っていたんですね。見るでしょうか。ハムスターってちょっとネズミと似てますから、自分でこうやって穴を掘って、こう、トンネルにしてるんですよ。はい。上から見るとこんな感じ。抜け穴ができています。これがまさにハムちゃんが新しく作ったお家です。なんででしょう。やっぱ暑いからかな。暑いからこうやって端っこのところに巣を作って、ちょっと体を冷ましてるのかもしれないですね。さあ、また綿を引っ張ってきました。それを同じように車輪の下に持っていきました。まあ、ハムスターは飼われているペットなので、まあ、人間が整えている感じはあるんですけど、僕はむしろね、こうやってハムスターが自分で巣を作りたいなって思ってそうだったら、自由にさせてあげてます。あえてね、ここら辺綺麗にしないで、まあ、彼らの作った巣の形の通りにしてあげたりしています。この一生懸命さ可愛くないですか？なんか、何の邪心もない、すごい無邪気で、無邪気な姿が見れていて、とても可愛いと思います。一体このケージの中にタピちゃんが作った穴はどれくらいあるんでしょうか。もしかしたら僕の知らない通り穴があったりして、僕が会社に行ってる時とかはケージの外に抜け出していたりするんじゃないでしょうかね。で、実は隣の部屋の別のハムスターと会って一緒に遊んでたりとかするかもしれませんね。はい、じゃあ、ちょっとタピちゃんはね、ケージの中にいるだけだと寂しいと思うんで、手の上に乗ってね、外の散歩をさせてあげたいと思います。基本的に僕はベッドの上でタピちゃんを放し飼いにして、まあ、好きなように走らせてあげることがあります。もちろん車輪の上で走るって言っても、ハムスターにとっては楽しいと思うんですが、やっぱり気ままに自由に走り回りたい時もあるんじゃないかと思うんで、これ広大な、広いエリアに移動させてあげています。これは昔話になるんですけれども、ハムちゃんがまだ赤ちゃんの時、僕が、会社に入っていない学生の時の話ですね。結構自宅の部屋でハムちゃんが脱走することが多かったんですよ。で、夜寝てるとね、タカタカタカーって音が聞こえるんですよ。で、これ何かなと思ったらハムスターが僕の部屋の中をね、走り回ってる音なんですね。まあまあ、そのままにしてあげようと思って僕は、続けて寝ました。そしたら、ふとした時にね、頭の上をね、引っ張られるような感覚があったんですよ。で、何これ幽霊かと思って起き上がると、なんとタビちゃんがね、僕のベッドの上によじ登ってきて、僕の髪の毛にね、噛みついてたんですね。ですごい可愛らしい赤ちゃんの頃の思い出です。すごい。で、まあそんな時のね、思い出とか残ってると思うんで、ずっと一生ケージの中で閉じ込めておくのは非常に可哀想だと思いました。今みたいにこうやってジャンプの下の部分をくぐって遊んだりとかね、しているのも、このタピちゃんにとっての楽しみの一つだと思いますので、まあ、おばあちゃんになっていたとしてもね、こうやって気を使いながら、安全に気を使いながらタピちゃんに、ケージの外の世界を散歩させてあげたいと思っています。
はい、ということで早速もう今日はこれぐらいにしといて、戻してあげました。楽しかったねタピちゃん、また遊ぼうね。疲れたと思うんでアーモンドを食べてね。これで体力補給だ。ということで皆さん今回も動画見ていただいてありがとうございました。まあ5分ぐらいの結構長い動画だったと思うんですけれどもね、タピちゃんがとても可愛いから最後まで見てくださった方も多いと思いますっていうと自己満足でした。では今回の動画もこちらで以上になります。また次の動画見てくださるという方ね、楽しかったという方もチャンネル登録などお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。